中山、古川には田代がつく。スタントンキッド、ペイントの中には入らない。あ、中山のスリーポイントが枠を開けました。秋田ノーザンハイネッツ3点を先取得点です。今村打開できるか。ダーラム、ようやく琉球得点しました。17対14。田代が左、フォーフリッピン右のコーナー、そして田代が左のコーナーから放ちました。決まりました。田代、キャプテンが決めた。スタントンキッドから、あ、今村奪った。ここはうまいですね。背中を通して今村ゴールまで持っていく。あ、取れない。抑えたのは、タップしたのはジョシュダンカン。そして、あ、ここはブロック、さすがのクーリーのブロック。古川今起き上がりました。ダーラムから田代、そしてクーリー、今度は決めた。今村、クーリーから今村に渡した。今村が侵入、ペイントエリア、ふわっとしたボール、タップしてクーリー決めました。クーリー選手、ティップで決めました。そうですね、決まりました。動きながらのシュート。ディフェンスをするキッド、スタントンキッド、低い姿勢でドリブルして、ドリブルチェンジして、スリーポイント、決まった。昨日も素晴らしい活躍をしてたんです、この。そして、ここはジャンパーを決めました。まあ、タフショットにはなったんですけどね。はい、そうですね。2メートル2センチのスタントンキッドが2メートル6センチ、ジャック・クーリーの上を決めて、今村自分で持っていくバウンドパス、クーリー、これが決まりません。抑えています。オフェンスリバウンド、今村のスリー決まりました。合わなかった。しかしまだ抑えています。ジョシュダンカン、伊藤がつく、ミスマッチ。あっと、顔を弾かれたような格好になりましたが、松脇も下がってクーリーに渡した。今村のスリー、クーリーが抑えてねじ込みました。あ、ゾーン継続ですね。ジョシュダンカン、クーリー、中山も手を出しますが、それにかからずジョシュダンカンのスリー、右のウィングから決まった。フロントコートのまま、長谷川、お、体勢を崩しながら2本目のスリーポイント。さあ、そしてここで試合終了のブザーが鳴らされました。